一斉トライアルやるべさ。どうなんだろうね。どれぐらいで終わるゲームなんですかね。まあ、インディーだからさ、そんなに多分長くかかんないんじゃないかな。雰囲気的に。結構早めに終わりそう。1時間ぐらいで終わるんだったら、いいかなと思って。金払え、いや、金払いましたよ。ちゃんとお金払いました。お金はしっかりと払ってますよ、毎月。あー、こういう系ね。やっぱり、そのパソコンが元のやつってあれよな。カーソルをさ、使う感じだよね。セブントゥエンドウィズユーもそうだったけど、カーソルのやつやりにくいんだよな。カーソルのやつだ。ヘッドホンのプレイをおすすめします、だって。音にこだわってんのかもしれない。音にこだわり、音に自信に行きかもしれんな。さて、ボタンを押してスタート。あ、なんか小鳥のさえずりが聞こえるわ。めちゃめちゃ絵が綺麗だね。ああ、もうあれだ。もうカーソルになってた。初めから。PC でやった方がいいな、多分これ。おそらく。やるなら PC の方がいいかも。1。すげえ、アニメーションだね。あ。何？ラフで、黄色、何？ニューヨークの公募展に応募する作品の最終ラフ。ガチでなんか絵を描く人の話なんだ。これ適当にやっても大丈夫。あ、適当にやっても大丈夫なやつや。適当にやってもはみ出ないようになってる、ちゃんと。ちゃんと塗ってな。塗り絵状態ですね。なんか若干はみ出んな。まあいいだろう。それも味だ。よし。違う色使えってこと？どんなんだったっけ？空は、そう、なにこれ？これ何の絵なの？カバンかな？まず緑が結構幅大きそうなんで、緑いきましょう。あ、あれ？合う色がないんだよね。じゃあまだ黄色の場所があるってこと？あ、カバンの上の部分みたいな。これ何の絵だろう？何の絵だろうな。え、まだ黄色あるってこここも全部黄色か。この調子で出店にこぎつけるぞ。こんなんで出店できるのか。これで全部かな。とりあえず全部塗ってみるっていうのはありかもしれない。あれ 進めないな。黄色のチューブ。はい。今回のラフ。どうすればいいんだ？ Alright. ああ。あ、なるほど、なるほど。セリフごとになんか一回一回開かなきゃいけないのかな？これで多分黄色は全部いいんじゃない？微妙に多分色が違ったんだな。してもたわ。意外とキャンバスがでかい 想像以上にキャンバスがでかかった。見てみるか。ミュージック、ブレイクファースト、やること。 ミュージックが一番最初なんだね。 BGM ってどういう意味だろう。コーヒー、ペイント、ニューアートアゲイン、教科書かな。古びた筆。ミュージック。ミュージックかかってねえじゃんな。トゥードゥなのに。かかってねえんだな。音楽かけろよ。締め切りがどんどん近づいてる。もっと頑張らなきゃ。あ、パンあるやん、パン。パン食おうぜ。朝ごはんは一日の活力。卵を割って。
あれカンカンってできない、カンカンって。どこでやんだ、カンカンは。なんか、自動的になったわ。あ、パン置いてね。焦げるとかあるかな。そこまでリアルじゃないか。手づかみで食ってやがる。何を挟んだんだ。バターかな。ごちそうさま。ふう、満足。ご飯も食べたし、次にやることは、ブレイクファースト。ブレイクファースト終わったな。ミュージックはどこだろうな。いい絵だね。ミュージックは？そう、やっぱミュージックはいるでしょ。いい部屋だね、しかも。ワンルームかな。ミュージックがねえな。ん？これか？ All right. 出店申し込みシールドの途中で終わりです。一番最初にやることだな、これ。I'm a graphic design and illustrator. Art has been my passion. あ、やる気があるって言ってんの。Alright. Thank you. どこだ、ミュージックは。あったあったあった。ラジカセですか。ずいぶん古いっすね。気分を上げるには、何？パパって開けないとまず。はい。Yeah. 朝はやっぱりこれだね。知らん。どれだよ。初めて聞いたわ、この曲。飯食って音楽つけて。レジーメ？レジーメってさっきのやつか。多分レジーメだな、さっきのやつ。あ、最後にコーヒーな。カフィーね、カフィー。ぽい。引き立てですか。コーヒーマシーンや。電源オンにしよう。できなかった。コップがねえぞ、コップが。あ、これか。お、ぽい。この豆の匂いが一番好き。OK。OK。今日の作業を。作業してたけどね、朝からね。GG、お前誰だ？覗いていくんじゃねえ。おはようございます。なんだその演出は。いつも無視なの。GG、愛想ないね。クロッキーの練習をしよう。なんすか、クロッキーって。一度もこっちに気づいてくれたことがない。いや、こっちが覗いてたわ。すまんな、ジジイ。俺の方が覗いてたわ。なんで後ろ姿見てんのに、前の方の絵を描けるんだ、こいつは。想像力豊かだな。クロッキーって何？ラフ？ラフでもないってことでしょ。ラフってさっき言ってたから。クロッキーとラフは違うってことでしょ。完全に俺ゲームじゃねえな。アート作品だな。どちらかといえば。アートですね。隣に住んでる、ん？老画家さんか。風景の油絵がすごく上手。でもいつも無視される。ずっと絵ばかり描いてる。長いこと一人でここに住んでるみたいだけど、何か事情があるのかな。ああ、このジジイの事情も分かってくるのか。ポーズの練習か。なるほどね。愛病もね、書いてやらないとね。愛病も。いや、こんなサラサラかけたら、相当いいとこ行くでしょ、今回の出店は。おじいさんちのおじいにゃん。あ、なるほど。ポーズの練習をさらにサラサラと書いていくという、そういうあれか。ここはもうスキッチしたし、他の場所にしよう。わあ、なんて綺麗な絵。
なんかどこかで、お、ジジイまさかのトレス疑惑。ジジイまさかトレスしてるぞ。トレス G かもしれん。トレス G かもしれんな。はい、おじいにゃんいいだろ。おじいさんの部屋に飾ってある絵。私の部屋にも似たような絵があったわ。なるほど。有名な画家の作品か。おじいにゃんまずくないだろ、別に。あ、おじいにゃんの絵じゃないのこれ。あ、似てると思ったのはこの絵だ。おじいさんの絵と違うところは。え、わからんわからん。月かな。あ、今ので後ろのない絵、どういうこと。どういうこと。突如のさ、脱出ゲーム始まった。え、ひまわりから得たインスピレーション。J か。 J のひまわりのメモ。絵の裏から出てきた J のサインってあるメモ。というか J って誰。お、さらになんか紙くずもいただきましたね。この切れ味くっつけられそう。すごいね。どういうシステムなんだろうな。どっちが上だろうな。こうかな。こうだね多分。お、くっつきましたね。で、お、3枚に分かれてたんだね。この絵、部屋のどこかで見たような。またそれっすか。どんだけお前ん家にあるんだよ、その絵。どこだ。あ、これじゃないの。ちょっと見比べてみよう。なんか3、少ないな、数が。もっとたくさんあったよね。あ、そんなことなかった。ここかな。葉っぱの影の感じってこと。え、むず。ちょっと待って、むず。場所覚えなきゃいけない。ここを。あ、わかった。こうだね。何これ、脱出ゲームなの。あ、いつの間にかこんなとこにしまってたんだ、緑色の絵の具。あ、これであれじゃない、ラフにさ緑色のやつをさ描けるようになるってことじゃんじゃん、もしかして。いや、しかもなんか仕掛けついてるしな。だから分かんないよね、もしかしたらこの人は記憶がさ1日単位でなくなっちゃう人なのかもしれない。そういう設定かもしれないわ、もしかしたら。あれ、どこだ。どこだっけ。こことここ。あ、確かに出しときゃいいってことな。あ、なんかちょっとさ垂れちゃうんだけど。垂れちゃうな。緑って生き生きするから好きだな。なに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 。だいぶ書いてますね、書き込んでますね。もう夕方ですからね。午後の日差しの眩しさに目を細めたとき、彼は、早い。読めない。あ、ジジイどうしたの？刹那、インスピレーション、インスピレーション。再び動き出すってよ。あ、なに？こっちジジイパートもあるってこと？もしかして。これジジイパートじゃないの？部屋が変わったよな。ジジイパートか。まあ、キャンバスに向かうか。何があったんだ、突然絵が完成したけど。日差しは彼の筆を受け。早いな、読めないな。うん？日差しは彼の筆を受け、原野に淡い橙色の光の筋を落とす。陽光の追い求めるひまわりは彼女のキャンバスの上で咲き誇っていた。何何、意味がわからん。何すればいいんだ。筆を持てばいいのかな。座るか。あ、違う。
あ、こっちか。まっさら長用紙は感情と思い出に染められたのを待っている。染められるのを待ってるか。あ、猫じゃん。あ、やっぱジジイの部屋だ。茶色のブチ猫はけなげに伸びをする。けだるげにか。漢字むずいね。お、完成した。え、どういうこと。自分の部屋にあったさ絵がさ、ジジイの部屋の家にあるんだけど。彼が書き留めた絵の中にはどんな物語が記録されていたのだろう。え、どういうことだ。私の部屋にあるものがジジイの部屋にもあるどういうこと。デイ2ですかね。めちゃめちゃアニメーションが手書きっぽいよな。手書きなのか分かんないけど、うん、クオリティが高い。何かに絵の具が踏まれた。あ、猫が。絶対猫が侵入してきてるじゃん。猫ちゃん。この中。この中は入れないだろ。あ、ラジオが倒れてたんだね。あ、音楽かけるか。何かの切れ端が。何ですかね。これだけじゃわからないでしょ。あ、音楽かけるか。あ、故障してない。よかったね。そいつさえよかったぜ。あ、猫まだいるな。荒らしに来てんだ猫が。まあでもこの順番におそらくいつものルーティーンをこなせばいいんじゃないか。あ、トースターも、くっそ、トースターもやられてやがる。もうでも切れ端がね、ついでにくっついてくるっていうね。とりあえずこのスケッチの切れ端をくっつけてみるか。こうかな。お、当たりましたね。 OK。 さあフライペンを戻して割ってな。卵をトーストを置いて、卵のね、この黄身の部分から食います。そんなことできませんでした。今視界の端に何かスパシップ。まだ荒らされるか。どこに行ったんだ。ゴーって書いてある。なんだろう。ニューヨークアートアエージェントか。君から食うだろう。どこ行った猫ちゃん。もっとこっちだね。あ、レジュメじゃん。レジュメ、レジュメ書かなきゃ。コップからでよかったね。マジでコップに水入ってたらパソコン終わったかもしれないわ。からでよかった。まだまだでもかけらがありそうですね。うん、ここかな。何の絵だろう。猫が描かれてるね。何でしょうか。昨日帰った分。おい、バックアップ取っとけよ、ちゃんと。Dear Bird, hope this letter finds you right. この手紙が読まれることを願います。私はグラフィックデザイナーとイラストレーターです。A は been my fashion. ちょっとわかんない。絵は人生においてのパッションです。Hope you can consider me as of one consent. 読めますね。来年はなんちゃら、ありがとう。Okay. そう。いや、もう続きも書いちゃえよ、もう早くさ。同じボタンでいけちゃいますからね。何が壊れた？あ、カーフィーや、カーフィーやられたわ。いやー、マジでカーフィーもやられちゃった。あ、違う、皿をまずここに戻して。あ、あと1枚だ、多分な、おそらく。何やったっけ。もうないよね、やることね。コーヒーと飲んだら終わりな気がするけど。
まだやることあったっけな。しコーヒーでも入れましょう。シュガーも使いたいんだけどな。ちょっとブラックは苦いからね。できればシュガーも行きたいんですけど。ナイス。ナイス。よし、あとは多分、おっ、おったわ。尻尾つかまえてやれ。かなりジブリ感のある猫だ、確かに。ジブリ感強めの猫でしたね。確かに影響されてるかもしれないね、ジブリ。猫ちゃん急に飛び出すんだもん、びっくりした。動けるデブや、こいつは。さっきのいたずら猫ちゃん、でも無事でよかった。あ、またクロッキーですか。サラサラ嗅ぎます。猫ちゃん大丈夫だといいんだけど、こうしていると二人とも可愛い。どういうこと？ジジイのこと好きなのか。ベタ褒めするやん。まあ、A うめえから尊敬してんだ、多分な。おそらく。お、これでピースが揃ったんじゃないの。なんだろう。このスケッチも部屋のどこかで見なかった？見たことないけどな。見たことないけど。これか？ああ、ちげえな。私のさ、部屋のものがさ、ジジイの部屋のものと同じものがあるっていうのはちょっと意味がわかんないな。え、なくね？あ、これかな？さっきの色合いと構図が確かに似ている。白いところをタップしていけばいいかな。うわ、わからね。ちょっと待って、むず。むじいな、いきなり。全然覚えられない。一個飛ばしで、ってことな。こう、こう。一個飛ばしだね。で、そこだけくっついてるみたい。あ、間違えた。こう。これ何の箱なの、これ。こんなさ、金庫みたいなやつないだろ。火のように鮮やかな色。時には人の胸の宝、高鳴りも代弁すると。J の猫の目も。これ J ってジジイってこと？親愛なるアレイ。猫のこと覚えてる？あいつ、子猫を産んだんだ。どういうこと？これ。わかったぞ、なんとなく。これわかったわ。これ多分さ、ジジイの奥さんなんじゃない？おそらく、そういうことだろ、多分。奥さんな気がすんな。で、奥さんが死んだのをジジイが回想してるんじゃないか。めちゃめちゃそんな気がする。もう分かっちゃった。分かっちゃったな。オチが。あ、違った。出る場所違った。あれ？ラフ見本がない、ラフ見本が。あ、一番上か、赤は。おっと、気をつけなきゃ。
赤を入れると元気が出るね。これは決まってると思う。決まるな決まるな。僕はもうできてるとこだね。あとどこだ。あ、ここら辺かな。しげか。あ、合ってたわ。何なのこれ、何の絵なの。抽象画なのかな。あ、でも夕焼けっていう可能性もあるんじゃない。夕焼けに照らされる小麦畑みたいな。また夕方まで帰っちゃったよ。路地の脇、ところどころに色あせた赤い壁にずらりと貼られた迷い猫のポスター。ロスト。彼は手中の紙束からまた一枚抜き出し、今まさにそれを貼り付けようとしているところだった。右にいるけどな。普通におるけどな。猫は地面に転がってはゴロゴロと甘え、主人の焦りなどとこ吹く風である。おい、ジジイ気づけ。ジジイの若い頃ってことでしょ。要はふと手を止めた彼の目に自分の元へかけてくる茶色い影が映る。猫は地面に転がってはゴロゴロと甘え、主人の焦りなど、同じだ。聞いたや。え？元へかけてくる茶色い影が映る。女の人かな。彼女は自分が拾った猫が主人と再会するのを微笑まかしげに眺めていた。それがさっきの絵ってこと。二人はここで出会った。物語の続きは果たして。いや、もう間違いなくそういう話だった。多分58とかまであったらどうする。どうしようかな、これ58とかまであったら。雰囲気的にはなんかすぐ終わりそうだからちょっとやってみたんだけど。あ、雨に遭った曲が聞きたいな。確かに。おお、雨が刻むリズムと音楽が奏でるハーモニーが好き。次は飯を食ってな。飯を食ってな。はい。今回は目玉焼きから入れてみますか。特に変わる様子はありません。あ、パンから食えばよかった。くそ、パンから食えねえ。パンから食えんかった。それからいつも通りにパソコンをつけるとまた内容が消えちゃってる。おい、もう買い直せ、パソコン。ちょっとやってる感出すわ。やってる感出したら遅くなるわ。もうスペース連打でいいっすわ。3日連続でデータが消えてるんだけど、一体何が悪いんだろう。そうだな。やっと気づいたか。カフィーを入れてな、カフィーを。コップを用意して、この間に効率よく行きたいですね。さあ、今日のコーヒーはうまいかな。ここに越してから初めての雨だな。じいさんが見てる絵、どこかで見た覚えがある気がする。どういうことだ。マジ意味わかんねえな。確かにこの絵も家に飾ってあったな。確かさっき間違えてみた絵だ、おそらく。8割方濡れたらね、先に進むっぽいですね。この絵は絶対どこかで見たことがある。じいさん病気かな。ついにじじい死ぬかもしれん。病気なのかな。いや、病気でしょうな、多分。こんな点滴みたいのつける人なかなかね、健康な人でいないからね。で、さっき見た絵を見ると、
何かのお店の絵、赤い傘が印象的。でもなんだかちょっと物足りない、うん、なんだ何が物足りないんだ。雨なんて本当久しぶり。最後に傘を差して出かけたのはいつだろう。あ、これか、really? さっきおじいさんが見ていたのはこの絵だ。完成していないところ。あ、傘差してないんだ。あ、よかったよかった。なんか名画を汚してしまったのかと思った。で、赤で女の人の傘を描くと。それぞれの道を行く人、それぞれの色の傘、すれ違う瞬間、彼らは互いのことを気づくのだろうか。店のスケッチ、黄色の傘と緑色の看板、そしてまたしても背景に見えるスケッチ。あ、じゃあ次の展開があの絵のスケッチだったってことか。なるほどね。あ、雨宿りをして、でも傘持っとるやん。二人とも傘持っとんのに雨宿りするのか。緑と黄色の傘だ。はい。ちょっと雑すぎた。あれ？あれ違う？先に緑かな？あ、行った。で、緑を看板に。まだ足りないか。いやいや、ちゃんと塗れってこと。ちょっと下手すぎたな。判定難しいな。コントローラーなんだね。ちょっと難しいな。え？何が変なの？え？あ、こういうこと？何がダメなんだ？ここではない。どこかにヒントがなかったっけ？え、何が違うの？え？下手すぎるってこと？塗り方が。ペンキ屋みたいになってるやん。ちょっと難しいんだけど、塗るのが異常に。え、結構今まで雑に塗ってもよかったんだけどな。なんでだろう。あ、全部塗らなきゃダメってことかな。上も。なんで？なんで？なぜにダメだな、これ。何が良くないんだ？ん？あ。一回消さなきゃダメとかそういうことじゃないよな。丁寧にやっていくか。雑すぎるからか。で、だいぶ違うと思う。もうちょっと調整してみよう。看板みたいにかけて。あ、塗りすぎなんだわ、多分。ここまでってことは多分。こういうことや、多分。塗りすぎだったんだ、多分。おそらく。あの、右側まで描いちゃうとダメなんじゃない ?What?What? What? 俺が言いてた、それ一番。
あ、知ってってた。あ危なく詰むとこだったわ。ツヤツヤした大きな緑の看板が特徴的と。太陽と雨傘、それから部屋にある絵と、なんだか構図が似ているな。なんだ？判断確かに難しい。ん？またヒントが難しいですね。かなり抽象的だったな。ドリームオン。あ、これっぺーな。この絵のテーマも雨と街だよね。さっきの絵とも何か関係があるかな。意味わかんなくない？雨宿りをして、まあ話して帰りましたみたいな話か。まあ、傘をかけばいいってことね。よしよしよし。今ので大丈夫だな。さっきのいいだろう。どう考えても。さっきのだけ厳しすぎんだよな。どう考えても。さっきのだけ厳しすぎだろ。あ、でもまだある。あ、太陽もだ。晴れたってことかな。すなわち。絵の中の二人、話に夢中で随分って話しそう。太陽が顔を出す風だってことは雨が止んだのかな。J の雨傘のメイド。アンバーって人に書いていたみたい。雨の日の看板、雨が上がるまで、あんなに盛り上がるとは思わなかったぜ。なんだろうな。雨の日、看板、雨が上がる。なんか意味あるかな、これ。矢印書いてあるけど。この3枚の絵って何か関係があるのかな。まあ、ストーリー的に繋がってるよな、完全に。まずは、すれ違っ、くそ、どういうことや。どういうことか。すれ違ってからの雨宿りの行動でしょ？はいはいはい。なんだそのマーク。どこのチェーン店だよ。見たことねえぞ。どこのチェーン店のマークだ。かなりここに時間割きますね。黄色だったよな、確か。あ、コーヒーカップなんだ。コーヒーカップだったんだね。お、青の絵の具が来ましたね。落ち着いた色。でも時々塞ぎ込んだ憂鬱な色になると。よし。どうして最近はスケッチとか絵の具を変なところで見つけるんだろう。確かに。どういうことだ。あのおじいさん、絵の中の人物と何か関係があるのかな。おばあさんなんだけどボケてるとか、そういう話。主人公は実はもうめちゃめちゃおじいさん、おばあさんでボケていて、絵の具を置いた場所を忘れてる可能性。ジェイって誰？あのおじいさんも一体誰なの？そしてなんだっけ、名前出てたよな、女の人の名前。まだ足りないか。まだ足りない。何が足りないんだ。アンバー、あれから何があったの？彼女は誰？この二人の、いやいやいや、大体わかるだろ、この二人の間柄は。仲良かったんやろ。Okay. とりあえず今は考えるのをやめよう。さあ、頑張って。青色はどこですかね？お、だいぶでかいとこ塗れるんじゃないの？て、完成じゃない？なんなら。なんなら完成では。
青を見つめているとなんだか気持ちまで憂鬱になってしまう。ここはもう書いたでしょ、怒られました。なんかやっぱり山だよな、山っぽいよね。風景画だよな、多分抽象画だよね。かなり抽象的な絵ですね。あの左と右のなんか棒みたいな意味かから、しとしとと降りしきる雨は街灯になんだかのコーラスを響かせた。雨景色の傘の花がいくつもの咲き乱れる。J だな J。突然の通り雨に予定を狂わされた彼は雨をしのげる場所を探して辺りを見渡す。彼女もまた絵を雨に台無しにされてしまいと雨宿りの場所を探していた。慌てて看板の下に逃れ息をつく。雨宿りのわずかな時間、二人は偶然出会った。フロジフロージなんて読んだ。目の合った二人は会釈を交わし、雨音が待つ間会話を続けたのか。それは雨が止み、空がすっかり晴れてもなお止まなかった。なんかやっぱり記憶の断片を見てる感じがするけどね。そしてこの物語の続きは製品版で。4だな。いきなりホラーになるか。ジジイ、大丈夫ですか？おじいさん。何？Wait. 何が起きたの？暗くてよく見えない。まず明かりをつけよう。よし、電気がつく。これで周りが見えるな。外から鍵がかかっている。ここに来てまさかの脱出ゲーム始まった。古い写真の切れ端、花畑の絵の古い写真、部屋の中で撮られたみたい。外から鍵がかかってんの？一体何が起こったの？確かめなくちゃ。いや、ホラーゲームになった。突然テープがなくなっている。矢印、こんな記号は確かになかった。なんだこのコマンドみたいな、昇竜拳コマンドみたいな。上2階じゃないの？え、あ、そういうことか。上左下ってなんだろうな。左下、あ、わかんない。テープがなくなっている。あ、絵も変わってるぞ。チェイ。左右の逆のチェイ、死じゃねえかよ。ん？サインっぽいよね、サイン。私が描いたの？構図はさっきの写真と全く同じみたい。え、さっきの写真って何？さっきの写真で見てなくない？こんな構図の絵見たっけ？あ、これか。まだ描けないな。紫色がない。絵の具が足りていない。確かに。あ、またメッセージがある。それ何この、そこのコマンドみたいな。赤い矢印。どこかの赤いものと関係している。なるほど。そういうことか。じゃあさっきは黄色いものと関係しているってことか。操作の下に、
めちゃめちゃコマンド難しいじゃねえかよ。緑色のものに関係している。赤のものといえば、確かにこのコップが思い浮かびましたけど、違うっぽいですね。アキラ 100% だな。はい。え、わからん。うわ、なんか絵が曇ってない？塗り替えられてる。荒らされた形跡ありですね。パスワードがあるアンバーの。え、ホラーになったマジで。普通のなんかさ、アートシミュレーションゲームなのかと思ったけど、まさかのこんなにも。あ、黄色に、だから、上上。あ、でも上上なんかコマンド打てないしな。黄色は J のとこだよな、多分おそらく。やべ、わかんない。とりあえず塗ってみるか、塗れるところ。紫がほとんどだよね。塗れるところって言ったらここら辺か。黄色が四角のところ、ここだと思う。まだあるね。三角形のところ塗れるね。いい感じ。そして、え、猫が多分書いてあるここら辺に。混ぜれない。混ぜれたら簡単になるよ。青もあるよな。いやでもまあ無理だ。どっちにしろ完成させられない。やべ、完全にわからない。コマンドの意味がマジでわからん。どういうことなんだろう。コマンドの意味がわかんない。赤いものってこれしかないよね、多分。コーヒーカップだけだな。どういうことなんだろう。上、下、下。書いてあった人物の輪郭はもうわからない。確かに。もうやべえ、わかんねえ。あ、色違いの点、何かつながりがあるのかな。これっぽいね。これっぽいけど、なんだ。あ、青は下右上左、下右上左、下、え、下上右左、下上右左、絶対違うな。絶対違うけど、あ、わかったわかった、そういうことか。わかったわかった、そういうことだ。これこういうことでしょ。下のやつとつなげるってことだろう。でもなんだ、メモ帳、下上ん、下右上左、あ、下、下から下上右左、下右、いや関係ないのかな。ちょっと待って、あるよね多分。なんだろう、あみだくじかな。下からやった方が良さそうだよね。だとしたら。わかんねえ。下、右、上、上っていうのがわかんないもんね。あみだくじだったら上は関係ないしな。下、上。あ、なるほど。下、右、上。でも違くね。違うだろう。多分。下、右、上、左だよ。絶対繋がんなくない？下。あ、逆に下から行くってこと？下、右、上、左。こういうこと？こうじゃないみたい。下、右、上だっけ？下、上、ん？違う。下、右、上、左。下、右上、下右上、上左だ。下右上左、
下、右、上、左。That's not right. え、こうじゃないの？あ、右。That's not right. いやでも、この繋げた時にこのメッセージが出て線が消えるから、繋げるっていうのは多分、ま、合ってると思う。なんだっけ、下右上左、下右上、下右上左、下右上、下、下右、あ、わかった、そういうことか。こうじゃない、矢印のヒントと何か関係が、で、こうじゃないの、え、違うの？うん。下上右左で、こうじゃないのか。え？下上右左。お。ん？どういうこと？うん、可能性はある、確かに。下、右、上、左で、確かに。そうだ。でもさ、下のやつとつなげるでしょ？さすがに。あんな中途半端なことある？まぁ、ちょっと赤とかやってみるか。赤は、上、下、下ね。はいはい。簡単だね。上、下、下。ちょ、下手すぎた。いや、線は残ってっけどさ。はいはい、あ、ミスワードになる、これもしかして61ってことでしょ、多分。ほんとだ、下に繋がなくていいんだ、数字だ多分、うん、上右下右、上右下右、上右下右、上、え？上右下右？無理じゃない？あ、上が斜めなのか。わからん。ちょっと難しいのよ。マウスでやった方が楽だな、これ絶対。相当むずいぞ。お、あ、8か。なるほどね。じゃあ最後。あ、そうだわ、多分。場所のヒントだけか。上上左。上上左。上上左？あ、上。上。左。1618。1618ってなんだろうな。1618。あー、誕生日ね、あるな。ナイス。入れた。何かのプリントの確認のダイアログ。オープディスレッド。あ、でもこれあれだよね。エントリーシートだよ、多分。なんか出てきた。西暦な16月のでねえだろ。なんで16月って。ここにおそらく顔が手に入る。さあ、ギミック的に今一つクリアしたけど、あと何のギミックが残ってるんだろうな。あ、これあれか、 J の逆文字。特に何もできないんだよな。
とりあえず濡れるところを塗るって感じなのか、それとも。うわ、窓が外から塞がれてるって。やば。最初全然ホラー感なかったのにな。まあ、死んでるのか、ちょっとわかんないけど。でもこれは私だからね、多分。主人公。ん？あった。いつの間にこんなところにパスワードが、赤い傘が描かれている。赤い傘？赤い傘？女の人の名前かな？でも忘れちゃったよな。あ、赤い傘。違うか。ハールの家ってこんな感じやん。赤い傘ってどこだ。いや、済んだな、まあ、とりあえず塗るか。かなりの範囲塗れないですからね。ここが赤斑点になってるかにもよるな。ピンクかな。あ、違うんだ。紫斑点ですね、おそらくね。緑も塗っちゃいますか、一応。濡れそうなとこ塗ってこう。いや。いや。赤い傘。工場？傘なんてあった。あとなんだ？緑が塗れる。違う、左側。青もいけるよな、多分。いや。いや、青、真ん中と左側あってしょ。 No No 違う、こっち山の方。山の方か。朝はね、確かに。 How?ここはオッケー。あ、真ん中黄色塗った。あとはピンク系か、紫系だね。全部塗ったな、多分。特に反応なしか。気になるのはこの J の逆文字とさっきの奥の部屋だな。だがしかしヒントがない。女の人の名前だったらマジで覚えてないけどな。なんかヒントあるか。あ、さっきの、あ、ワンチャンこっちに残ってる。彼女は誰？あ、アンバーだ、多分、おそらく。え、簡単にできるようになってたわ。結構簡単に。あの女の人の名前だ。入るんか、それ。アトリエか。ここにある絵って。優しいし、よかった。あ、これは、昨日説明した。なんかあれだよな。綺麗に見える角度みたいな。これ何？熱烈なストーカーだったってこと？おじいさんが。でもおじいさんの部屋じゃないよな、これ。なんだ？何を見つければいい？いくつかの図形が鍵になっている仕掛け箱。部屋を探せば何かヒントがあるか。を探せば。そこのない井戸。ああ、不気味だな。めちゃめちゃ不気味ですね。高いところに限られたラジオの。
これってうちのキッチン。見られたこの感じ。何が足りない？全然足りないものなさそうだけど。見てくるか。何足りない？わかんない。何が足りなかった？いつもの見られたキッチン。ここら辺に、あれかな？差があるってこと？記憶がなくなってしまっているから。いや、わかんない。これは実際にある部屋なんじゃないの？多分。差だよな、多分。違うかな。お、それっぽいかも。これでいいのかな？あ、四角ってことが。四角ってことが分かった。ことは、四角に緑を入れるってことか。え？部屋をよく探せば何かヒントがあるかも。意味が分からん。緑のやつ消えちゃったしな。どういうこと？緑の四角は合ってるはず。さらに何かを書かなきゃいけないってこと？何かあったっけ？緑以外に。まだ書くべきものがある。何かある。しかも一回で書かなきゃいけない。出てちげえな、これ。ここじゃない。もう一回二重塗りしてみる。違うな。なんだ？右側に緑と草があるのと、なんかあったっけ？右側の緑だろう。なんかある。特徴的な色のあるもの。ここら辺再現しなきゃいけないと。この赤は違うよね、さすがに。この赤関係あるか。この緑しかなくないか。入る青。まだ違うのか。やるところじゃないってことかな。もしかしたら。まだやるべき場所じゃないのか。他探してみるわ。いや、わかんねえ。むずいな。ひまわりの絵か。いや、わからん。ちょっと待って。ガチでわかんないかもしれん。多分この絵とこの絵、多分黄色を塗っていくんだろう。全然覚えてないぞ。え、ヒントがなさすぎるな。あ、絵のところと左足。いや、これ一回で書かなきゃいけないってなった。あ、でも一応ヒントは見れるか。これ左足だっけ？左足ってこっちか。はいはい。この先ま。意外とさ、このスケッチブックにもしかしたらヒントあんのかな？あ。開けた。あの雨の日。偶然に感謝。意気投合できる友達ができてすごく嬉しい。今度一緒に写生に行こうね。アンバーのメモ。
二人は雨宿りの時に偶然出会った。これヒントになるの。アンバーっていうサインとぼやけた赤い図形。白に茶色の、あ、はいはい読みましたね。あ、欠けてんじゃないこれ。いや、射精に行こうぜ。言うやろ。え、まだ足りないものある。ワンちゃんこっちにヒントあるっぽいな、おそらく。この感じ。そうだね、こっちにヒントがあるね。なんだ、何が違う。葉っぱが足りねえってことか。葉っぱ足りねえんだな。あ、やばい、変なとこでした。どこだ。あ、ここだ、やったね。はいはいはい、いい感じ。あと上だな、多分。お、時計始めましたね、ついに。右へもやった。やっと完成。インスピレーションはあの場所から、じ、あ、違う、じじゃなかった。普通になんか顔文字だった。そ、あ、顔文字じゃないか。顔文字のカッコか。それから君の意見を聞きたいことがあるんだけど、今度、うち来れる？アンバーの字がなんでぼやけてんのかわかんない。彼女の絵だったんだ。字じゃなかった。この絵だな。これはよく見た傘の絵じゃないですか。男の人も確か赤だった。赤じゃない、黄色だったよな。そしてアンバーが赤と。お、サクサクいきましたよね。え、まだ足りない。太陽か。どういうシステムだマジで。君の猫が無事でよかった。まさにあの距離を飛べるとは。でも君と知り合えて嬉しい。でも猫が飛び降りた時、もう隣の君はおじいさんだった。さあラストキッチン、緑があるのは間違いない。あと何が足りないんだ。多分ヒントあるはずだな。チームは見に行かないとダメか、やっぱり。あ、チームは見に行かないとダメなんだ。え？入る？いや、可能性でもあるわ。いやでもだって上からマルチで塗り上げる感じになるけど、そんなことなくないか。絶対ちげえわ。絶対青じゃない。何が足りん。夜間なのかな。え、なんだ、夜間確かにないんだよね。何が足りないんだろう。右は塗らないってこと。え、入る、どこ、左側ってこと。食パンからフライパン。この辺ってこと。ん、あ、ここら辺ってことか。そういうこと。違うってよ。え、なんだ、緑は間違いなく草が生えてるから。全然なんか足りないものがない気がするけど。目玉焼きってこと？そんなオチある？ちげえだ。あー、確かに調味料もあったな。ここら辺のやつでしょ。いや、違うわ。反応がない。なんだ？何が違うんだ？しかも消えちゃうんだよね、マジで。緑が確定なのは間違いないんだけど。抽象化なんだよね。黄色のタオルみたいなのあるな。いや、関係あるかな。あれ、アクセスできなかってる。ああ。ここに緑でしょ。
夜間がないのは確かに気になる。でも俺の手持ちの色じゃ足りないよな。この食器とか可能性はある。赤と青。いやでも、これは緑に揺らさってるよね。トースターのやり印は後から書かれてるでしょう。それは多分関係ないんだよな。この緑とさ、ここら辺ちょっと気になった。確かにな。左側の食器、赤と青。ちょっと難しすぎるな。難解だね、ここだけ。あ、先にこっちやってみるか。あ、書かれてるわ、普通に。ちょっと Alright.後でにしようって言ってるから、もしかしたら違うのかもしれない。ラジカセのとこやってみるか。ラジカセは何がないの？ラジカセはでも完成されてるな。わからん。それとももう今あるピースで解決できる？いや、足りない。あ、いけんじゃない？これ、実は。もういけるのでは。いけそうな気がするな。もう3個だもんね。あれを試してみよう。そういうことなんだ。さっきできなかったんだけど。四角が赤。あ、四角が赤か。で、上は何かわからないな、多分。黄色にしてみる。それぞれのメモに違う色の図形を書いておいたんだ。いや、さっきどうだった？あ、なんだよ。確かに見覚えがあるけどね、ここに戸棚があったなんて知らなかった。これワンチャンさ、 あ、でも白がないから無理だったんだね。どっちにしろ。スキップはできなかったっぽいですね。白がどっちにしろ必要になる。でも自分のキッチンじゃないってことだよな。こんな棚ないしね。あ、でも草に隠れてて、実はあるってこと？上だっけ？白。黄色だったっけ？確か。私の記憶とはちょっと違うキッチンの風景。あー、これ隠れてんじゃないの、あの草に何かが戸棚を隠すように。お、変わってんじゃけど。現れた戸棚。この記号はパスワードを解くヒントだった。違う。隠し部屋にあった箱と同じデザインの仕掛けだ。今度はこっち側を入れていかなきゃいけないってことな。まだ多分あの部屋だな。多分忘却してたじゃない。忘れてたんだろうな、きっと。高いところにかけられたラジオ。椅子を使ってとか。違うか。いや、ワンチャンここの部屋終わったぞ。なんもないよね。
高さがいるよな、これ。なんだ？何ができる？あ、ワンチャンいけるのか。左の絵柄はもしかして。なんかヒントあったっけ？え？左の絵柄？赤。あ、そういうことか。そのまま使えるってことね。あ、違う、でも。全部四角だ。あ、四角だから、全部赤ってこと？え、そんなことある？知らない記号が出てきたわ。ハート？あ、これをなんか手に入れた条件に合うやつに当てはまるってことは、え、何が何だったか覚えてないぞ。なんかヒントある？やっと完成。え、わからん。どういうことじゃ。どういうことや。あ、こっちに書いてあるのか。赤が猫、黄色が花。だとしてもさ、ハートって出てきてないじゃん。ハートって何？女の人が書いたのかな。ハートとかさ、全く意味のわからん記号が出てきやがった。ヒントあるっぽいよな。いや、でもないんだよね。あ、塗ってみっか。白ってあったっけ。これワンチャン白ってことかな。あ、合ってる。That's it. Alright. でもあと紫さえ見つければおそらくクリアだと思うんですけどね。なんだろう。赤が猫、黄色が花。え、でも分かんなくない？あ、こういうことな。黄色が花？青何？おい、ちげえじゃねえかよ。ちげえよ。雨傘で防いだ。そういうことか。何防いだんだっけ？猫。立つさえ分かれば。あ、当たった。当たったわ、適当にやったら。ほら、やっぱり、若き日のってことでしょう。私だ、私は J の猫を、もう J の猫って言っちゃってるやん。見慣れた風景にいつもと違うレイアウト。What? この写真に写ってるのは私。待って、ラジオ、さっき高いところからかかっていたあの絵。なんだ？うわ、なんか落とした。落ちてきたんじゃないの。あ、怖いな。この絵のラジオはどうやら私みたい。私みたい？どういうこと？壊れてるってこと？あ、ラジカセってことね。ラジオもさっきのキッチンみたいに
何か変わるかもしれない。いや、どういう話だね。まあ、ボケちゃってるおばあさんの話ってところがあれだけどな。これボイスメッセージでしょ、間違いなく。違うのか。ですね、第5話。絵が光り輝いている。でも BGM なくてもなんか全然楽しめたわ。すごくない？クオリティが。アニメーションのめちゃめちゃぬるぬる動くやん。あそこで絵を描いているのは私。多分昔の記憶なんだろうな、間違いなく。絵綺麗だよね。すごく親しかった人。あれからどれぐらいの時間が経っただろう。コーヒー飲んでな。そうなんだよね。気になったんだよね。そのコーヒーカップがなんで2つあるんだろうなって。最初にあのコーヒー飲んだ時に気になったのよ。窓の向こう。もしかして私の覚えている場所。ここはどこだ？初めて来る場所だな。ここはどこだ？引っ越してくる前とか。この白いテープは私の一番好きな曲が入っていたのに、どうして忘れていたんだろう。1618年じゃなくて1900だね、多分ね。一緒に雨宿りしたこの店が、それからいつも違う場所になっていた。二人だけ知っている秘密の場所ってことね。秘密の暗号ってことか。二人だけが知っている秘密の暗号は、もう1918じゃなくて、この9が取れかかった6ってこと。1618ってことね。なるほど。まあ、任天堂のインディーゲーム選んでる人が多分こういう趣味なんだろうな。まあ、ここがね、多分2人のお気に入りのカフェになったんだろうな、きっとな。あの外の景色も覚えている。いや、でも面白いかもしれない。非常にいいゲームですね。まあ、ゲームじゃないけどな。まあでも脱出ゲーム的な要素はあったか。これを描こうとしてたんじゃないの？最後のキャンバス。これを描いてたっぽくない？ラベンダーでしょ、多分。紫の部分って。そう、ここだ。ここでの時間のすべてが私の描き荒らしはしたい瞬間だった。あ、違う。違うかもしれない。彼と一緒に写生したこの景色が私の一番好きな場所になった。あ、ほら、やっぱさ、そうや。これが最後。そして一番大事な絵の具。ラベンダー色。紫の絵の具だ。そう、こいつを見つけたかったんだ。紫、これは私の色。さあ、最後のキャンバスに向かいましょう。最後のあの絵、私はまだ完成させていなかったんだっけ。
絵の具は全部揃った。この絵を完成させられる。あれ、なんか消えてない。塗ったところ消えてるやんけ。同じ趣味の友達がいるって本当に素敵だったんだな。それから私たちどうしたんだっけ。ここはもうできてるとこだね。この筆でもう一度自分に刻みつけよう。私のものと忘れないように。彼と一緒の時間を過ごせて、一緒に創作ができて本当に楽しかった。だいぶ塗りかけだったけど大丈夫か。多分本当だったら最後に全部塗る感じだったんだろうね。中途半端に塗っちゃったからさ。思い出した、あの日、それからあの曲。ニューヨークへ立つ前に作品を見てもらいたくて彼を部屋に呼んだんだ。いつもドアを開けて彼の顔が見えるとどうしてもこらえきれなくて、つい笑みがこぼれた。いつも通りお互いの作品について話し合って、私たちの夢について語り合って、私受かったんだ。おめでとう。そうか、ジジイはさ一生受かんなかったってことなんじゃない。すなわちジャックだったのか、ジェイは。そうか、このペンの持ち主はジャックだったんだ。おそらく一番お気に入りの筆、ジャックの筆だったんだよ。いや違う、多分おばあさんの死ぬ時の走馬灯ってことじゃん。違うよ。いや違う、まだあるわ。まだ早い。考察を立てるにはまだ早かった。さあ、真っ白なキャンバス。まあここっすよね。気になるのは黒の筆。しかも他のとこ見てみたかったけど。ちょっと待って、他のところ見たかったな。もうちょっとなんか見れそうだったよね。え、難しい、逆で書くの。この字じゃないな。あ、A ってこと？合ってる。え、C の逆文字って、こう。認識された。お、よかったよかった。認識された。危なかった。K だよな、最後な。なんで逆文字なんだろう、気になるな。ここ、いや、ここ書いてねえって。まだ書いてねえ。なんで逆文字なのかめっちゃ気になる。窓の外の景色と音が急に変わったみたい。何？ちょっと他のなんか見れるとこないかな。お、やっぱ秋の絵ってことだね。コーヒーがある。まだ入れたてみたい。特に見れるところないかもしれない。ジャック、あ、でもジャック、美術館やな、確かに。あ、この人
ずっといる。多分自分だよね。よし、今日も全力で描くぞ。一番綺麗な絵を。ね、そうでしょ、ジャック。え、ジャックの絵だな、これ。ジャックのサインがついてる。え、どういうこと？どういうことや。え、ジャックって書いてあると、ジャックが書いてあったでしょ。あ、そうかそうか、ジャックが書いてくれた絵ってことだよね。あ、息子ってことだよね、多分な。え、ジャックの子供じゃないってこと。あ、そういうことか。そのニューヨークに行って、まあ、彼女は成功して、その、まあ、家族も気づいたけども、ジャックはずっと多分あそこの部屋にいたんでしょう。それで、まあ、ジャックの死を受けて昔のことを思い出したっていうような作品な気がする。あ、なかなか切ないゲームでしたね。いいゲームだった。感動したわ。多分忘れてたんだろうな、ジャックのこと。死ぬまで、で自分の多分美術館だけど、ジャックの絵は飾ってたのかな。なんであそこにジャックの絵があるのか分かんないけど、まあ飾ってたのかね。自分の美術館なのか何なのか分かんないけど、切なすぎるな。ジャックは成功できなかったのかな。ジャックは先行に出しても受かんなかったってことだよね。ずっとあそこにいたのがジャック。考察書いてる人多分いそうだな。めちゃめちゃ。とりあえずマジアニメーションがめっちゃ綺麗。どこの人の書いたの？書いたっていうか作った作品なんだろう。絵が綺麗だったね、とりあえずね。なんていうゲームだっけ？もうゲームの名前すら分からずやってたわ。ぬるぬるだった。手書きかな、やっぱり。このゲームなの？ Steam で10点満点だよ。えぐくない？ 10 点満点やで、Steam。Behind the Frame、そうだね。Behind the Frame、とっておきの景色を、Behind ってどういう意味？振り返るとかそういう話かな？フレームの裏側。フレームの裏側か。台湾のゲームスタジオだって。他のゲーム作ってんのかな？シルバーレイニングの、レイニングスタジアムの、スタジオの2作目だって。じゃあ1作目もあったんだね。1作目は何だったんだろう。レイジングスタジオ。まあ日本ではないよ、だって英語だったもん、ジャックも。日本人だったらジャックにしねえだろ。
めちゃめちゃいいゲーム作るやんね。どんな不運にも希望の兆しがあるものだ。心温まるストーリーであなたに新しい笑顔と前へ進む原動力を。私たちはシルバーリンニング、希望の兆しのように闇を抜け正しい、闇を抜け出し美しい日の出を導く希望のような存在でありたいと願っていますって。ああ。よ、終わった。何もなかった、特に。後日談的なものがあるかと思ったけど。まあ、やっぱりこの、ビハインド・ザ・フレームが、人気作というか、アワープロダクツで出てるけど、これしかないのか。一作しか出してない。二作目って書いてあったけど。いや、一時間半で終われるけど、めちゃめちゃ確かに深い。めちゃめちゃ切ないですね。めちゃめちゃ切ないゲーム。てか、突然そのホラーテイストになるのがすごい怖かったけど。でも、なんであんなにホラーテイストにしたんだろう。自分自身もね、まだ生きてるわけだからね。なんかあそこまで暗くする必要あったのかな。なんであんなに暗いんだろう。ね、私ちゃんはまだ生きてるわけだからね。名前忘れたけど。これ意外と細かいところにもっと伏線が張ってあったりしたのかもな、もしかしたら。これ2周目とかある？もしかして。これ2周目とかあるのか、もしかして。1周だけじゃない、これ。チャプター。いや、そんなことないよ、さすがに。なんもないよ、多分。いや、でも、非常にいいゲームでしたね。せっかく無料でできるんだから、これはや、あ、ジャックってなんか書いてあるんだけど。何これ。これもしかしたら、ジャック視点ができるってことなんじゃない ?J。絶対そういうことやる。ジャック視点だ、これ。若き日のジャック視点や。うわ、ジャック気になるな、これ。確かに。猫もまだ太ってない。うわ、ジャックが、先行に最終的に浮かれたのかどうか、っていうのも非常に気になりますね。ということでね、今日はここまで。いや、むしろもうこのゲームはここまでかな。ぜひ、自分でプレイしてみてください。ぜひね、プレイしてください。お疲れ様でした。いや、面白かったね。非常にいいゲーム。